はい、こんばんは、山城です。ということでですね、今日は YouTube の方で上げてると思いますけど、なんかね、のっぴきならねえね、気になる記事がございましてですね、まあ雑談というか速報というか、あの YouTube でね、こう見てたらですよ、まあ CM がいつものことこう流れてきて、広告がね、うちの動画じゃ流れねえのにな、うちになったら流れるのかななんて思いながらね、見てておったら、でまあ大体ね、まあ8割方の動画からね、途中でこうスキップするわけでございますよ。ね、なんですけどね、今回はですね、おやっと下野さんじゃないですかね、感じで見とってね、なんだろう、声優さんとかってどこかなと思ったら、ね、なんとね、あの日本郵便がなんかコラボレーションやってるらしいですね。でね、見てたら、おや、下野さんにマーヤさんまで出てるじゃないですか。で、内田マーヤさんまで出てるということでね、なんだこれはということでですね、気になってしまったんでね、紹介しておこうと思います。なんかね、ゴールボールとなんか、日本郵便のコラボレーションのアンバサダーに下野紘さんと、内田真彩さんがついてるらしいです。で、なんかいろんなね、あの郵便関連の、キャンペーンとか、あとそのゴールボールってあれですね、あの視覚障害者の人があのなんかあれですよね、なんかやるあの競技であるやつですよね。なんかあの音でなんかその音のするところでそのこうハンドボールというかサッカーみたいなのを何かやるみたいなやつのはずなんですけど、もちろんね、詳細は、それに関する詳細も、あの、サイトの方、またリンク貼っておきますので、そちらの方からね、いろんな紹介、あの、ゴールボールって何なのかとかね、そういった紹介とかもやってるし、あの、選手と、下野さんとか、内田真彩さんとかの、対談の、模様とかも、スペシャルムービーが公開されているらしいんでね、これはもう気になってしまうじゃないですかね。ねえ、なあ、そんな、羨ましいなあ、やっぱ、でかい企業は、そういうことがね、しれっとできますからね、いいなあ。まあ、絶対いましたよね。局員の中にね、絶対ファンの人がいたんだろうと。まあ、どこも探したって、ね、下野さんとね、真彩さんはね、いますからね、もう、そう。マジか、羨ましいなあ、と思いながらね、うん。とりあえずね、ただね、気になるんでね、私もね、ちょっと今からまたね、じっくりってやるとね、そのね、サイトの方を見てね、やっていこうと思います。とりあえずね、紹介ですということでね、やっておきます。またよかったらね、まあこんな感じで、あの、ぼちぼちと情報も出してきますんで、よかったら。多分ね、あの、諸事情によってね、他の動画を見ていただいた方なら、あ、これが原因かってわかると思うんですけど、めちゃくちゃすごい頻度でこれからしばらくアップすると思いますので、そこのところどうぞ何卒よろしくお願いいたします。とりあえずこの動画はこれぐらい締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。